は京都の街を案内するから、まず八坂神社から行こうか。世界遺産にも登録されていて、京都の街を一望できるとってもいいところや。京都タワーが見える。この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた、バイバイ。